もう火花つ火出てるところだったら、うん、あとそうしかないし、うんうん、そのたくさん量あるんだったら大きい型の持ってくるし、うん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 、もうそんなにないんだったらこういうので、うんうん、まあ、まあ天井から冷静下がってとか引っ張ったらスローク短い方、うん、スロークは短い方がいいんだよ、うん、あスピードはね多分いいと思うよ、まあ、無理な体勢でやるでしょ、はい、手でグッてやったら持ってかれちゃう、はいはいはい、片手でやってたりすると、はい、だからそれでこうゆっくりやってみるってやるのはそれはいいと思う、はい、まあこのガイドはいいと思う、はい、この長いのは、まあ、使い方によるんじゃない、あんまり引っ掛けたりするとバスに取れちゃうし、例えばこう沈むしてる時とか、こう置けないじゃないですか、安定感ないから、あ、じゃあ引っ掛けあるのはいいですね、こう、うん、引っ掛けあるのがいい、高いところやると、電気屋さん的にはね、多分ねちょっとしたレスウェイとかハイラック切る、はい、あと撤去、はいはいはい、設備屋さん的に撤去がいい、うん、これ手錠が多いから、設備屋さんってそれがいいんじゃないかな、うん、ね。